埼玉市見沼区内 JR 宇都宮線湖線橋、久喜市上大崎地区埼玉県道5号、埼玉勝武線は、埼玉県埼玉市見沼区の埼玉県道2号、埼玉春日部線から、埼玉県久喜市の埼玉県道12号、川越栗橋線までを結ぶ県道である。連結している、埼玉県道1号埼玉川口線と合わせて、第二産業道路と呼ばれている。 埼玉県道1号埼玉川口線を引き継ぎ、埼玉市見沼区から、上げ市北足立郡稲町、はす市白岡市を経て、久喜市へ至る路線である。起点の見沼区大和田交差点から、上げ市の埼玉県道323号、上げ環状線までは、大半が4車線化されており、東京都から上げ市を結ぶ、第二産業道路の一部を形成している。このうち、 大和田町の東部アーバンパークラインとの立体交差部は4車線規格で建設されたが、地下道北側に未取得用地があったため、大和田町2丁目のおしぼ端式信号まで地下道を含む約900メートルを暫定に車線区間としていた。これらは2017年7月27日に4車線化された。見沼区東大宮地内にも JR 東日本の宇都宮線をまたぐ立教の 前後、約1 5トルほどの2車線区間が残る。東大宮駅の開業に伴う区画整理によって整備された比較的古い区間であり、沿道は商店や住宅が立ち並んでいる。この区間の4車線化は未定である。上尾市原市地内の1 4トルは、原道各福ではなく、バイパス道路として建設され、2007年3月28日に開通したもので、 それまでは東側を通る旧道が指定されていた。一方、上尾環状線の北は、旧道から連なる道のままなので、双方は、上尾環状線をわずかに重複指定して、連結しており、県道がクランク上に折れ曲がっている。上尾環状線以北の区間は、国道17号とも近距離で並行しているため、そちらの混雑もしくは渋滞時の裏道的な役割も果たしているが、 歩道のない区間や右折帯のない交差点が多く、朝夕は渋滞が起きやすい。稲町の区間は小針内軸、小針新宿地内の区画整理により大部分が消滅した。区画整理中は完成した区画外路のうち、比較的元の県道の位置に近いものが再指定されたため、住宅地の十字路、定字路を4回右左折する形になった。 区画整理の完成により指定変更が行われ、右左折は2回となっている。新幹線に沿って走る埼玉新都市交通稲線と地形的には原子駅から内宿駅の区間で並行している。はすだ市から白岡市をかすめて、久喜市に至る3市の境界付近は、川や用水路の集中する地区を抜けるため、道路用地に余裕がなく、歩道はおろか中央線もない区間もあり、 走行に注意が必要である。本路線の終点にあたる区岸勝負区域では、かつて狭い川沿いや商店街の道が指定されていたため、市街地中心部を迂回して、勝負走行支所から旧国道122号上中島交差点に至る、星川バイパスが建設され、旧道の終点であった神南交差点まで旧国道122号との重複区間とされた。 2011年に122号記載勝負バイパスが開通し、急動となった、重複区間は、国道指定が解除され、本領線の単独となり、また、埼玉県道12号川越栗橋線とつながる、勝負宮本交差点まで区間を延長した、交差する道路の突起がないものは、市道、町道、第二産業道路の4車線化共用開始、埼玉市、 2017年8月16日へ閲覧、1.2丁目及び4丁目、7丁目は区画整理によって、新道付け替え。2014年3月に、上中島交差点から国道122号記載、勝負バイパスまで直進する都市計画道路、寺田上中島線も開通した。ありがとうございます。